こんにちは。今回はシャルルドゴール空港から羽田に JAL のファーストクラスの飛行機の中をお届けしたいと思います。今までいろいろコメントで飛行機の中撮ってくださいとか、飛行機の中で何をしてますかっていうコメントがありました。なので今回は飛行機の中をお届けしたいと思います。こちらがワインリストとお食事のメニューになっています。ワインは結構種類が多くて、この右上サロンもあります。でもこれは日本からフランスに行くときだけの便にしか乗ってなくて、今回ないんですよね。まあ、そうやってね、いろいろアメリカ発とか日本発でお酒も分かれております。今回は和食をオーダーしました。和食はコース仕立てになっています。スリッパに履き替えました。その他にもファーストクラスは専用の機内着があります。こちらはお化粧室です。フライトの前にこちらで機内着に着替えます。でこの台が手動で下ろせるようになっていて、こちらの上で着替えることができます。こちらの機内着はコットン 100% でとても手触りがいいです。はい、着替え完了しました。一気に楽になりました。そしてこのお化粧室にはボディローションとか、あとはオイル美容液がついております。これは私も愛用しているクレザポーボーテです。今度は機内についているトラベルポーチを開けていきます。こちらは男性用と女性用それぞれ分かれております。中はこんな感じになっています。歯ブラシとかリップクリーム、アイマスク、モイスチャーマスクがあります。私はいつもこういった布のトートバッグで機内に荷物を持ち込んでいます。これ結構ね、いいんですよ。折りたためるし、すごく便利でたくさん入ります。で中はパスポート、それとか財布は結構ちっちゃいものを愛用しております。あとはハンドクリーム、これは貴重品入れです。やっぱ機内に預けると危ないので、こういった中にアクセサリーを収納しております。あとは愛読書、機内では読書をしたり映画を見て過ごすことが多いです。そしてこれはジェルタイプのリップクリーム、とても乾燥するのでこれは必須です。最後にスマートフォン、こちらは機内の Wi-Fi 無料サービスのクーポンになっています。ファーストクラスはこちらのコードがついていて、無料で Wi-Fi を使うことができます。これがないと海外行くときは有料で18ドルか20ドルぐらい払って Wi-Fi をつながなくてはいけません。では映画を見てゆっくりしたいと思います。こちらのヘッドホンが備え付けでついております。しばらくするとお食事が始まります。まずはシャンパンをいただきました。お仕事でも私はシャンパンを飲む機会がとても多いのですが、プライベートでもお酒が好きなので、日本酒とかワインとか紹興酒とか、まあ、シャンパン含めていろいろなお酒を普段飲んでおります。最初にアミーズが出てきました。日本酒はこういったラインナップになっております。白楽星とかジコンとか、あと焼酎も充実してます。食事は5つの小皿から始まりました。キャビアもついています。私はキャビアとカラスミが大好きです。いただきます。そしてお椀です。日本料理のコースはロンドンロケツの林大輔シェフ監修による献立です。コースはたっぷり量が出るんですけれども、実はこの左の手前、向こう漬けが一番今回大好きなお料理でした。焼
き豚やホタテ、ロブスター、あとはチェリートマトの甘酢漬け、そちらがこのだしのジュレでエンドウ豆のあんと合わさってとても美味しかったです。他にもこの後結構続きます。小豆鉢、あとはシー魚、ご飯もたどり着くまでね、たくさんもう至れり尽くせりでいろいろなお食事が楽しめます。日本酒と一緒にいただきました。白楽星の後、ジコンをいただきました。今回のシー魚は牛すき焼きです。そちらをエッグトリュフソースでいただきます。一緒にお味噌汁とお食事もお持ちいただきました。今回はたけのこご飯です。やっぱり最後メインと一緒にご飯を食べたくなります。とても美味しい食事でした。お食事の後は布団を敷いていただきました。こちらは柔らかい布団と少し硬い布団があります。今回は柔らかい方を選びました。時刻は日本時間12時です。いやー長いですね。もうロシアの上を飛べなくなってからもうさらに飛行時間が伸びました。食事をしてちょっと仮眠して、映画4本を見てもまだついてないっていう、そんな感覚です。では機内が乾燥するのでこちらのパック使います。こちらはファーストクラスの席に備え付けであるパックです。クレドポーポーテですね。中身はこういう風になっております。クレドポーポーテのパックは最初に拭き取り用の化粧水がついていて、そして美容液を塗布します。でこのパックのポイントなんですけど、化粧水使った後いろんなものを開けていこうとするとちょっと手がつるっと滑るので、まず全部一気に開封します。番号振ってあります。1番とか、2番とかで、この順番に1、2、そしてパック使うんですけども、まず開けておくことがうまく使えるコツです。コットンに塗布します。そしてお顔をパタパタ拭いていきます。機内の中はどうしても乾燥してしまうので、私はいつも化粧をしていません。短い便だったらするかな、4時間5時間ぐらいまでかな。もう6時間以上になるとやっぱどっか1回パックしたいので、いつもすっぴんで登場しています。ちょっと恥ずかしいですね。だからマスク生活が終わっても割とすっぴん隠しにマスク使う機会ってあるんじゃないかなって思っています。あとはサングラス、昔サングラス使ってましたね。そういえば思い出した、昔は旅行行くときにマスクじゃなくてすっぴんにサングラスで機内に乗っていた記憶があります。で念入りにコットンで拭いて、その後は美容液。このパック自体はあまり保湿でこうしっとりしたりベタベタするタイプじゃないので、この美容液は結構肝心で、これをしっかり塗布することによって潤いが出ます。コスメの中でクレドポーボーテは家の中でも大変使っているコスメなので、これが機内で使えるのは嬉しいことです。海外行くときに持っていくかな、化粧水とか美容液とか、あと洗顔もいいですね。フォームもとてもいいです。他にも海外持っていくときにクレドポーボーテ以外だとコスメデコルテのリポソームの美容液とか、あとはラプレリーもいいですね。ラプレリーのアイクリーム、美容液も持っていくことがあります。首の周りもしっかり塗ります。余ったらもったいないですよね。結構パックで余りがちじゃないですか。なので余ったものを首の中にもしっかり塗ったり、あとは肘にも塗り込むことあります。
このパックですけれども上下分かれています。上と下分かれていて、こうやって剥がして使います。両方一気に貼りたいのでいっぺんに剥いていきます。そして下から貼ります。ひんやり、あ、冷たあ、冷たいうまく貼れました。このパックは下から貼って上を貼るタイプです。こんな感じです。ちょっと人前でこういうの恥ずかしいんですけれども、まあ、機内は暗いのでせっかくついているし使っております。押さえます。あ、気持ちいい本当ね、もうカピカピになります、機内は。そしてモアリップ、これもいいですね。これはドラッグストアで買えます。愛用してます。読書をしてのんびり過ごします。着陸前にフルーツとそしてコーヒーをいただきました。このコーヒーがとても美味しかったです。着陸前はアラカルトいくつか選べるんですけれども、こういったフルーツとかチーズ、まあそういった甘いものから、あとはちょっとした麺類あった気がするな、麺とか軽食、サンドイッチ、そういったパンもあります。軽食が済んだので帰り支度始めていきます。お化粧室に備え付けてあるこちらの歯ブラシを使って歯を磨きます。もう2食取ったら動いてないので、お腹いっぱいですね。あんまり飛行機の中お腹空かないかもしれません。あー、これこれ美容液、さっきのパックから結構時間が経ってしまったのでこの美容液顔に塗布します。ツヤツヤ、これほんといいんですよ。もう家でも何度もリピートしています。はい、着替え完了です。もうすぐ羽田に着きます。ということで今回はファーストクラスでくつろいだ機内の中をお届けいたしました。食事も2食とって、本もしっかり読んで、そして美味しいコーヒーもいただいて至れり尽くせりでした。あ、やっと着いた。ということでまた次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。